江戸三大祭りの一つ神田祭りの大神輿渡御が盛大に行われ、都心は熱気に包まれました。神田祭りは天下祭りや御用祭りと呼ばれていた江戸時代から伝わる無形文化財です。今日は祭りのハイライトともいえる大神輿の渡御。神田祭りは西暦で奇数の年が本祭とされ、2年に一度しか開かれていませんでしたが、4年前から偶数の年にも大神輿を担ぐことが恒例になりました。巨大な神輿と威勢のいい掛け声に見物客らは圧倒されている様子で見入っていました。